はグランドキャノンが誘導を受けて収まりました。前半ゲートの中スタートしました。真ん中からフラッシュは8番パラダイスメン、さらには7番パタフラワー、6番ブスケットレスター、3本しかステージで一気に11番ソン・ホー・ユーかわして受けていきます。インコーナーからアップストレッチへ立ち合いに打ちまし、追って2番目に1番フェンシング、この後ろ13番高速経験、14番ピンペッパー、内側からはパタフラワーが追い上げてきました。中盤の前のグループに6番ブスケットレスター、8番パラダイスメン、外に12番インダスティアが続いています。先頭まではここましぐらいです。この2ましの後ろからは2番アンドル、4番キングスレイヤー、そこからは9番インコンド、3本関わっています。この正面中間を通過、後方2から1番追い上げた1番シングラスです。後ろから4本目から上がり始めた、そこで15番のインマチェス、16番ブラックキャンプ、そこから並んだ3番ローズビデオの後方2、3本目3コーナーをカーブしていきます。2ましから1番白5番のクリーミューポルクです。3コーナーから4コーナーに向かっていきます。残り800を切りました。先手が続く1分2秒4です。11番ソン・ホー・ユーです。ピーマンからは半分くらいです。即接近は10番のレジェンシブリ、2頭の外に13番5センチで上がってきました。ダンクループの一角に12番のインダストリア、4コーナーをカーブして直線コースへと向かいます。11番ソン・ホー・ユー逃げていいよ、1番新キープ、残り500を切るところ、この内から徐々に上がっていく7番のモーカフラワー、今回は10番のレジェンシブリ前に並んできました。Thank you.